幸せデッサン、母のスマホデビュー。実家の母がとうとうスマートフォンを買うことを決め、携帯電話ショップに同行した時のことです。店員さんに、いい親子関係ですねと言われました。店員さんの説明を私が母に通訳している様子を見て、娘さんの説明が上手だというのです。最近私のように親に付き添ってお店に来るお客さんが増えているのだそうです。でも、とその店員さんはあまり嬉しくなさそうな顔で言葉を続けました。親子で喧嘩のようになってしまうことが多くて、怒って一人で帰ってしまった親御さんもいました。ああ、あるかも、とうなずきました。私も母に対して時々説明に苦慮し、言葉を変えて何度も繰り返さなければならないことがあるからです。携帯電話は通話とメールのみで、パソコンも触ったことがない。そんな世代の人にとってスマートフォンは全く新しい未知の道具です。機能の一つ一つが何なのかイメージできないのでしょう。電話をかけようと画面を開いたものの、どうやって閉じるのか。写真を撮ったけれど、それはどこにあるのか。インターネットでいろいろな情報が見られるというけれど、テレビのようにチャンネルがあるのか。だからさっき言ったじゃない、と息子さんや娘さんは飲み込みの悪い自分の親にイライラしてきつい言い方になってしまい、その結果親御さんも子供にバカにされたと怒り出してしまうのかもしれません。どうしてこんなことがわからないの？これは親が子供の勉強を見るときつい言ってしまう一言。子供にしてみれば、わからないからわからないのであって、わかるように説明してほしいというのが本音でしょう。親子だからこそお互いに世話もし、相手に喜んでもらいたいと思い合うのですが、親子とは遠慮のない間柄であるがゆえに、時に言葉で傷つけ合ってしまう厄介な関係でもあるのです。スマートフォンを無事に手に入れた実家の母ですが、使いこなすにはもちろん四苦八苦し、イライラしながら格闘する日もありました。ところが先日、最近足の指が痛むという主人に、それは痛風ではないかと話をしていると、母がネットで調べたと言って、痛風に良くない食生活について説明してくれたことがありました。また二十歳を迎えた孫娘のために、着物の着付けとヘアメイクの動画を検索し、成人式にはプロ並みの支度をしてくれました。さらには人に道順を教えるのに地図アプリを使ったり、電車の時刻表を検索したりと、今ではなんとか使いこなしてスマホ生活をエンジョイしているようです。これは私の教え方が良かったからではなさそうです。ひとえに母の年齢を重ねても衰えない旺盛な好奇心と、人の役に立つことを喜びとしてきた生き方のおかげかもしれません。人を教え導くとき、分かってもらえないのを相手のせいにするのではなく、こちらの真心が足りないからだと思うならば、言葉はもっと柔らかいものになるでしょう。天理教教祖中山美樹様、親様は、分からん子供が分からんのやない、親の教えが届かんのや、と仰せになりました。人間の親である神様の思いを人々に伝えるために、親様は分からない人にも根気よく優しく教え、導いて育てられたといいます。教える側は教えられる側よりも知識があり、優位に立ってしまいがちです。だからこそ心を下に置いて、分からない相手を立てるのが教える側のあり方ではないかと思います。そうすれば双方が満足し合える間柄になりますよね。